1957年の中での IBM704 メインフレーム IBM700-7000 シリーズは1950年代から1960年代初頭にかけて IBM 社が製造していた大規模コンピュータシステムのシリーズである。このシリーズには互換性のないいくつかの異なるプロセッサーアーキテクチャが含まれている。700シリーズは 真空管ロジックを使用しており、トランジスタ化された7000シリーズが導入されたことによって時代遅れになった。7000シリーズは最終的に1964年に発表されたシステム360に置き換えられた。しかし、7000シリーズにとって変わる十分に強力な最初の360である360、65は 1965年11月まで利用可能にはならなかった。OS360 の初期の問題とソフトウェアの変換コストが高かったため、その後も何年にもわたって多くの7000シリーズが使用された。日本でも特に IBM7000 シリーズが輸入され利用されている。IBM700-7000 シリーズはデータと命令の格納方法が 全く異なる6つの方法がある。700クラスは真空管を使用し、7000クラスはトランジスタ化されている。初期の701と702のモデルを除いて、すべてのマシンは次期コアメモリを使用しているが、当初はウィリアムス管を使用し、後に次期コアメモリに変換された。シリーズでも機種により、ワードマシンであったり、 キャラクターマシーンであったりと、仕様が一貫したりしているわけではない。ストレッチとして知られる7030のように正確の、全く違う機種にも、同士番号のように見える名前が付与された。初期のコンピュータは、ソフトウェアなしで販売されていた。オペレーティングシステムが登場し始めると、4つの異なる、メインフレームアーキテクチャと1400、ミッドラインアーキテクチャを持つことは、 少なくとも4つの異なるプログラミング作業が必要となることを意味し、IBM にとって大きな問題となった。システム360は7000シリーズ及び1400シリーズのアーキテクチャの最高の機能を一つの設計に統合した。ただし、一部の360モデルには1400と7000の命令セットをマイクロコードでエミュレートできる。 オプション機能を持っている。1970年半ばに発売された360の後継機であるシステム370のセールスポイントの一つは改良された1400、7000シリーズのエミュレーションで360上で必要に応じてシャットダウンしてエミュレーションモードで再起動するのではなくオペレーティングシステムの制御下で実行できるようになったことである。 アーキテクチャは異なるものの、同じクラスのマシンは、同じエレクトロニクス技術を使用し、通常は、同じ周辺機器を使用する。テープドライブは、通常7トラック形式を使用し、真空管マシンには IBM 727が、トランジスタマシンには729が使用されている。真空管機もほとんどのトランジスタ機も、701で、 導入されたものと同じカードリーダー、カードパンチ、ラインプリンターを使用している。これらのユニット、IBM 711、721、および716は、IBM の会計機テクノロジーに基づいており、プラグボード式のコントロールパネルも含まれている。これらは、比較的低速であり、7000シリーズの設置においては、はるかに高速な周辺機器を搭載した。 IBM 1401を組み込んでカードからテープおよびテープからラインプリンターへの操作をオフラインで実行するのが一般的であった。その後の3台のマシン7010、7040、7044 70はミッドラインの IBM 1400シリーズの周辺機器を採用した。7 0 0のテクノロジーの一部は IBM 7340ハイパーテープなど 他の7000シリーズコンピュータのデータチャンネルや周辺機器で使用された IBM701 オペレータコンソールインストールされた IBM704 システム IBM ポキプシー研究所での開発中は防衛計算機として知られていたが1953年4月7日にこのマシンは IBM701 電子データ処理マシンとして正式に発表された データ形式数値の幅は36ビットまたは18ビットで固定小数点のみである。命令形式命令は18ビット長のシングルアドレスである。メモリを2048ワードから4096ワードに拡張するためにアドレスフィールドの最上位ビットを使用してバンクを選択する33番目の命令が追加された。レジスタプロセッサレジスタは 以下のように構成されていた。メモリ2048、または4096から6ビット文字の36ビットバイナリーワードなさの、マーキュリー計画での IBM7090 の様子。IBM の36ビット科学技術アーキテクチャは、様々な計算集約型アプリケーションに使用された。最初のマシンは、 真空間式の704と709で、その後、トランジスタ式の7 0 9 0 7 0 9 4 7 0 9 4通、そして低価格の7040と7044が続いた。最終モデルは、入出力操作を処理する7044に、リンクされた7094で構成される、直接結合システムであった。データ形式数値は、固定小数点でも、 不動小数点でも36ビットである。命令形式基本的な命令フォーマットは3ビットのプレフィックス、15ビットのデクリメント、3ビットのタグ、15ビットのアドレスからなる。プレフィックスフィールドは命令のクラスを指定する。デクリメントフィールドは多くの場合、演算結果を更新するための即値オペランドを含むか、命令タイプをさらに定義するために使用される。 タグの3ビットは3つのインデックスレジスタを指定し、その内容がアドレスから減算されて実行アドレスが生成される。アドレスフィールドにはアドレスまたは即時オペランドが含まれる。レジスタプロセッサレジスタは次のように構成されている。アキュムレータレジスタは符号絶対値形式で動作する。インデックスレジスタは2の歩数形式で動作し、 命令アドレスを修正するために使用される場合、命令内のアドレスから減算される。3つのインデックスレジスタを持つマシンでは、タグに2つまたは3つのビットがセットされている場合、それらの値は減算される前に一緒に OR 演算される。7つのインデックスレジスタを持つ IBM 7094には互換性モードがあり、 このトリックを使用した以前のマシンのプログラムを引き続き使用できる。センスインジケーターはパネルスイッチやライトを介してオペレータとの対話を可能にする。メモリ入力出力709-7090シリーズはテープやディスクなどの高速入出力にデータ同期チャンネルを使用する。基本的な7ビットの DSC は メモリと i、o デバイス間のデータ転送を制御する、コンピュータメモリから、独自の簡単なプログラムを実行するが、より高度な9ビットの7909では、より高度なチャンネルプログラムをサポートしている。709X のユニットレコード装置は、非常に遅かったため、パンチカードの i、大や高速プリントは、オフラインの IBM 1401との間で、 磁気テープを転送して行うことがよくあった。その後、データチャンネルを使用して7090を7042、または7094を7044に、接続して IBM7094、7044ダイレクトカップルドシステムを構成するために使用された。この構成では、より高速な1400シリーズの周辺機器を使用できる7044が、主に、I。 を処理した。フォートランアセンブリプログラムフォートランアセンブリープログラムは IBM の間に合わせの FMS オペレーティングシステムの下で動作する709-7090よび7094用のアセンブラである。以前のアセンブラはスキャットであった。マクロはベル研究所によって FAP に追加され最終的な7 9 0 7 9 4アセンブラは IBS の下で IBA マップとなった。メモリを予約するために使用されるその疑似、命令 BSS は BSS セクションという一般名の由来であり、今日でも多くのアセンブリ言語で実行イメージに保存する必要のないタイプの予約メモリアドレス範囲を指定するために使用されている。IBM700 に IBM7080。 IBM702 と IBM705 は類似しており、705は702のプログラムの多くを変更することなく動かすことができるが、完全に互換性があるわけではない。IBM7080 は705をトランジスタ化したバージョンで様々な改良が加えられている。広報互換性のために 705i モード705。70 2モード、705、3モード、または完全な7080モードで実行できる。データ形式データは、レコードマークで終わる可変調の文字列で表される。命令形式5文字、1文字のオペコードと4文字のアドレス、ORR レジスタメモリ入力、出力705と、基本的な7080は、7ビットインターフェースのチャンネルを使用する。7 8 0は、 7908データチャンネルを装備して9ビットインターフェースを使用して高速デバイスを接続することができる。700、7000事務処理用アーキテクチャは大きく成功した IBM1400 シリーズの中型ビジネス、コンピュータに影響を与えた。その後、IBM は IBM710 と呼ばれる IBM1410 のメインフレーム版を発表した。 データ形式命令形式レジスタなし、すべての命令はメモリ上で動作した。ただし、定位メモリの固定位置にある15個の5文字フィールドはインデックスレジスタとして扱うことができ、その値を命令で指定されたアドレスに追加することができる。また、現在処理中の文字のアドレスなど、今日では目に見えない内部レジスタもプログラマに公開されている。 メモリ IBM7074、IBM7070、IBM7072、IBM7074 は重心の固定ワード長のマシンである。これらは小型で古い IBM650 と同様に10桁ワードを使用しているが、650と命令セットの互換性はない。 データ形式命令形式レジスタメモリ入力出力 707X は7ビットインターフェースのチャンネルを使用する7070 70と7074は9ビットインターフェースを使用してより高速なデバイスを接続するために7907のデータチャンネルを装備することができる IBM 7074は1962年に 米国内国際入庁で使用された IBM7700 データ収集システムは、その番号と発表日が1963年12月2日で、あるにもかかわらず IBM7000 シリーズのメンバーではない。700シリーズと7000シリーズのすべてのマシンは、ウィートストーン、ドリストーン、リンパック、リバモアループなどの標準的な性能測定ツールよりも前のものである。 下の表では、ギブソンとナイトの測定では速度を報告しており、数値が大きいほど速度が高くなる。トリジアの測定では、時間を報告するが、数値が低い方が高速である。ありがとうございます。